どうもこんにちは、いつもジムで成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの、クランマッチ報酬の陸戦用ジム使っていくよ。陸戦用ジムは250コストの強襲機、なんだこの機体、ガンオンでも見たことないぞと思いましたが。ガンオンにもいました、なんだこいつ、戦場で一回も見たことないぞ。高速レールジョノン。はい、開幕やらかしました。スーパーザコシ君となっております。強襲機なのでジムコマのワンコンで瀕死、属 FS ならワンコンで命取られるんじゃないでしょうか。両ジムの花々しいデビューがこんなことであってたまるか。吹き上がれ俺のスラスター。わいの両ジムで流線が陸戦用ジムは一番特徴的なのがこのレールキャノン。低コスト強襲でありながら即夜ロケ移動射撃ができるというレアな存在。他の低コスト機は即夜ロケがなかったり静止射撃だったりなんですよね。これは振らざるを得ない？すまない。250コスト強襲で即夜ロケ移動射撃を持つのはこの用ジムとザクワンだけ。レールキャノンは高弾速ですが一射ごとのクールタイムが8秒と長く、また3発しかないため、すぐに弾切れを起こすんですが、そのリロードも長いため射撃息切れは必至。はい、量判定。低コスト強襲機はいいですね。強襲機がしっかり強襲機できる。基本的に汎用機はコスト上がると格闘判定上がっていくのに、強襲機は今日のまま据え置きなのやっぱおかしいと思いますね。はい。しかしなぜか人気がなく人の集まりにくい低コスト戦。みんなかっこいいガンダム乗りたいんですね。はい、量判定。なんか味方も落ちてきた。今のは不可抗力や許してくれマンティーヌ。おばひですね。この試合スラスターもらずに脚部走行にしておりますがやっぱ辛い。低コストはカスタムパーツスロットも少ないので、何かをしてるしかないんですなこれが。はい、おばひさしてまたおばひ。おばひの展覧会やー。ここで仕留めときたいですね。フリーなのでいやらしいまとわりつきしましょう。わいー。古尺、残弾液か。一発あれば十分だ。レールキャノンはバズよりも切り替えが早いので、今みたいにとっさに使うこともできますね。しかしレールキャノンは射程が300と短く、さらに副兵装のビームスプレーガンはもっと短い射程200。一見射撃で支援機を叩く機体なのかなと思いそうですが、射撃で倒すのはまあ結構厳しい。かといって格闘火力も低め、なので即夜ロケ射撃と格闘で合わせて削っていく機体となっておりますね。いい感じに距離を置かれてしまった。ザクワンを使う人はあまりいないので、比べるならやはりジムライトアーマーでしょうか。ジムライトアーマーと比べると用ジムの方がアーマーが1000高く、防御補正合計値も用ジムの方が5高い。また、用ジムは爆発反応装甲があるため、防御面では用ジムの方が上ですね。支援機は削れる時に削っておくと、後の処理が格段に楽になるので削れる時はペシペシ削っておくのがっち。射撃で削っているのでもうすでに半壊なザクキャノン。これぞ用ジム射撃格闘合わせ技一本。高速レールキャノン。即夜ロケを持っているので、汎用機にも強気に出れるのもライトアーマーより優れている部分。爆発反応装甲、マニューバー、即夜ロケ、強判定があるので、怠慢なら立ち回りミスらなければ汎用機でも全然抑えられますね。さよならのビームスプレーガンだ。また、機動力においてスペック上はライトアーマーの方がスピードが10上ですが、両ジムは地上適性があるため通常移動速度向上、スラスターの燃費アップなどの恩恵を受け、さらに旋回速度、スラスタースピードにおいても用ジムが上でした。機動力においても用ジムが上と言って差し支えないかと思います。と、ここまでが用ジムのいいところ。悪いところは火力面、射撃火力、格闘火力ともにライトアーマーを下回り、隙あらば射撃、隙あらば射撃格闘の手数でボコボコにしないと全然火力が出ないのである。これだがしかし支援機の弱カウンターはありがとうございますまである無敵付与タイム。インビジブル用ジムのターンでございます。無敵を与えたことを後悔するんですね。覚悟の準備をしておいてください。カットされるのでキャンセルからの、ストップ。残りアーマーは少ないですが、それでも機動力とレールキャノンで輝いてみせる。このジムコマの相手はちょっと嫌かも。味方に押し付けて違うところ行きましょう。それを可能とするこの機動力。
この感じ、ここは任せろ。はい、共犯性。スタッフ。シールドをいい感じにかわしたえぐり込むような下格闘。が、ガンタンクさんが危ない。ステンバイして無敵切れをつけのん。うっぴ。怒涛の撃破ラッシュ。これが幼ジムちゃんの、ジムの力だというのぴょっぴ。砂漠で寒冷地ジムが陸戦用ジムにかなうわずないだろう。いい加減にしろ。いっぴ。5機のモビルスーツを40秒で全滅だと、これにはコンスコンもびっくり。さて、幼ジムくんなんですが、レールキャノンがジャンプ打ちできないのも弱点。砂漠じゃあまり関係ないですが、無人都市や山岳ではジャンプ打ちできないことで支援機を借りづらかったりするので、どのステージどの状況でもそつなく戦果上げれるライトアーマーと違い、ステージや状況に左右されそうな感はありますね。あれ？これスコアやばくね。え、もしかして戦犯ですか？成し遂げたぜ。あ、危ねえ。余裕だと思って突っ込んで戦犯ナムさん、ナムパンするところでした。はい、結構暴れたつもりでしたが、やっぱ火力いまっとつですね。後半戦は手数意識してもっとボコリングしていきましょう。陸戦用ジムでジムカラー、出る。中継は味方が言ったので任せましょう。さあまずは敵支援機のサーチです。あ、いましたね。敵支援機はどうやらデジム。ここからならワンチャン届くので狙ってみましょう。レールキャノンがかろうじて届く距離、ビームは無理そうですな。用ジムでジムカラー対デジムの熱いペチペチ合戦が始まってまいりました。本当にギリギリな射程距離。2000ダメージいかず、やはりこれ一本での打ち合いは賢明とは言えないですね。回り込みましょう。廃墟都市の動画で私は毎回初動右側に行ってると思うんですけど、このステージ左側で戦うとリスポンした時に敵が上を取る形になるため大変不利。初動左側は保険で中継を取るだけがベターなんじゃないでしょうか。そこだ、ジムライトアーマーにはできない即よろけからの高速詰め。が、しかしすら管理失敗により一歩足らず。ナイス、敵のアシスト射撃で逆によろけがずれましたね。これはチャンス。ヒリ強反定引っ掛け。なんでやねん。デジムに当てつつ左のジムコマを強反定でゴリ押すイープレイングだと思ったんですが、何か知らんけどダメだった。さて、この用ジムちゃんなんですが、先行で手に入れてた人にどうだったと聞くと、微妙かなという感触だったんですが、ライトアーマーより高い防御性能、爆発走行、展開、スラスピ、スラ燃費、即よろけ射撃、スペック値だけで見れば機動力が低いので、弱そうに感じたのかもしれませんが、ぶっちゃけ火力以外のほぼ全てで上回っているので、即よろけから格闘をねじ込みやすいステージ、例えばこのステージなんかはありありのありなったいやと思いますね。逆に射撃火力の足りなさ、ジャンプ射撃ができないことから高所の支援機処理が苦手なので、無人都市、山岳地帯などでイモられた時はきつきつのきつかもしれませんな。まあこれまでテイコス支援機はジムライトアーマー一択みたいな感じあったので、選択の幅が広がって機体コンセプトとしてはいいんじゃないでしょうか。高弾速射撃なため、このぐらいの距離感でレレレ打ちしとけば結構アドは取りやすいですね。ビームスプレーガン3発からバルカンでよろけ取ったりもできますが、スプレーガンは発射間隔が長く、蓄積よろけ狙うのはちょっと実戦的とは言えないかもしれない。こいつさえ落ちれば、ナイス、このルートを見る奴がいなくなれば幼ジムくんが暴れる時です。暴れる前のレールキャノン装填管理もバッチリ。強反定をもたがる者たちよ、廃墟都市に眠れ。追撃はビームスプレーガン M 下が一応入るってことなんですけども、結構シビア。まあしかしただでさえ低い火力、用ジム時代マスターをあなたが目指すならこの辺は必修科目かと思います。こんな感じで即よろけが強いステージでレールキャノンが撃てるうちは、めっちゃ強いですね。レールキャノンが撃てるうちは300コスト、リロード中は200コストって感じ。ガルバルディベータと同じく、
少ない弾数をいかにやりくりするかもミソかと思います。ビームガンがあるのであまり使うことはないですが、一応バーアール感もあります。忘れてたわけじゃないよ、忘れてたわけじゃないよ。リスポーンでございます。ちなみに多くの視聴者が思っているであろう、あれ陸戦ジムって前に動画上げてなかったっけという疑問があるかと思うんですが、以前上げたのは陸戦型ジム、こちら新機体の陸戦用ジム、ここテスト出るんでね、間違えるんじゃねえぞ。ロックオン、ロックオン、支援機をお願い。適当に打ち合いながら支援機の場所補足しときました。お疲れ様どすえ。今度こそスプレーエヌ下を決め込む。これは、ああ、下入らなかった上にフレンドリーファイアごめんち。優秀すぎる連邦モーションで後ろにいたデジム切りましたね。あれ俺またなんかやっちゃいました。結構スラッカしておりますが、地上適正すらもリカストで低コストは思えないキャンセル連打が可能に。そう陸戦用ジムならね、ここで汎用機が逃げるあたりに陸戦用ジムの圧を感じますね。ライトアーマーならまず逃げないでしょう。あっあっあ、ミスった。ここはスラキャン入れるべきでした。もしかして囲まれてる？それでも、ナムさんしたくないんだ。今必殺のレールキャノンスラッシャー全開パンピーな貴様たちの機体では追いつけまいて、陸戦用に回収して出直してきたまへ、ヌアッハワフ。そして全ての行動は支援機を狩ることに繋がっている。いらっしゃいませこんばんはよろしくどうぞ。支援機は敵、倒すべき敵。ビームからの、ここで下はまずいですね。お前の支援機か。マチルダさーん。忘れてた。カウンターはジムライトアーマーが強カウンターなので上ですね。レールキャノン装填完了。レールキャノン装填完了。レールキャノンがしっかり装填されているようジムを見くびるなよ。味方が見えない。怖いので犬横にしときましょう。見えなくても見えてるんだな。タックルはいたねー。じゃあレールキャノン合わせますねー。行くぞ装甲ジム。ジムットストリームアタック。どうですかねー陸戦用ジム。やたら評価低いんですが、そんなことなくない？使うステージ選んで、よろけ格闘スラキャン連打怒涛のフルボッコ普通に強いと思うんだがどやろか。今楽にしてやるぞジムコマ。一掃しましたね。次のウェーブがラストウェーブかな。おっと、魚爆ですか。怪獣いかずに攻めれば普通にいけそうですな。こういう時の一番やべえパターンが怪獣いって怪獣できないパティーン。点数見ていけそうな感じなら枚数有利なんで、そのままガン攻めすれば安定して勝てると思うんですよね。レールキャノンが装填中、今弱々なんであんまり来ないでもらえますか。あっとり回線落ちましたね。レーティングの風物詩でございます。ありがとうございます。レールキャノン装填完了。オラオラどうしたかかってくるがいい。さあ、フィナーレの時間ですよってに。レールキャノンがあれば汎用であろうとも。吐いたな、ならばあとは、フィナーレにぴったりカウンターブザービートでございます。成し遂げたぜ。はい、陸戦用ジムでした。用機体じゃないでしょうか。ジムライトアーマーに勝る部分もありますが劣る部分もある。局所的に強い機体だと思いますね。レールキャノンは汗感が独特なので慣れが必要。それでは今回はこの辺で。